はい、キノコありましたね。これは多分チャナメツムタケですね。まあこれチャナメツムタケって言いまして、はい、またウキタケありましたね。これですね。はい、ウキタケです。あと小さいけどここにもありますね。あとここにもありますね。はい、キノコありましたね。はい、これはアイシメジですね。はい、こんな感じです。はい、今季初、やっと捕まえました。これエゾアカガエルですね。もう十分大きな個体です。今季初です。はい、今日は9月28日です。まあ9月もいよいよ末になってきました。今日は、札幌市内里山のホームグラウンド1に、また来ています。まあ札幌地方はですね、台風14号が通過した後、一旦涼しくなったんですけども、ここずっとですね、雨も降らず気温も平年より高い日が続いています。まあ、こうなるとですね、まあ、キノコはあまり期待できないかもしれません。ただ逆にですね、野食材のターゲットはですね、キノコだけじゃなくて、昆虫やカエル、ヘビなどもありますので、まあ、そういったものが活性化してくる可能性もあります。まあ、いずれにしましても今日もですね、ここでブラブラ歩きながら美味しい野食材を採取していきたいと思います。はい、最初に出会った野食材がですね、これ登り竜竹ですね。これはもう抜かれちゃってるんですけど、誰かが引っこ抜いてですね、こういって捨ててありました。まだ腐って枯れてないので、まあ最近引っこ抜かれただと思います。まあ当然人が捨ててったもんでもですね、食べられるもんは、持って帰りたいと思います。はい、これをですね、いつもカタツムリが雪なんですけども、いますね、上の方に。そこ映ってますかね。 あとは上の方にもいます。で、あと裏に回るとですね、まあこことかこことかこことか、あと上の方にもいますが、まあいずれも小さいですね。まあこれは残地せざるを得ないと思います。これはですね、春先じゃないですね、まあ春、ウドですよ、ウド。もう枯れたものなんですけど、まあ枯れた葉とですね、葉じゃない、種とですね、花。春先をまあお世話になったウドなんですけども、もう当然枯れてます。ただですね、その近くにカタツムリ発見しました。札幌マイマイですね。これはまあ十分大きいので、取るに値すると思います。もう一個ここにもいましたね。まあ、ちょっと小さいですけども、まあ、せっかくなんでこれもいただいていきたいと思います。まだウドの、こ
本にもいましたが、はい、これもいただいていきたいと思います。はい、キノコありましたね。これは多分チャナメツムタケですね。はい、そうですね、ちょっと虫が入ってます。後で追い出しておきますけども、まあこれチャナメツムタケって言いまして、まあ茶色いですね、ナメツムタケということで、まあ、ナメというのはですね、この、なめってるからです。表面がなめってるから。ツムタケというのはですね、この周りにですね、見えますかね。はい。ちょっと雨で流されちゃってますけども、つむぎ、要するに糸くずのようなものが周りについてるんですね。だからそれでツムタケと。で、茶色いので茶なめツムタケ。で、似たようなのがですね、白なめツムタケ。木なめつむたけっていうのがありまして、まあ、茶なめと白なめは大体同じ時期に出るんですけども、これもそうですけども、木なめつむたけっていうのはもう晩秋です。まあ、木なめつむたけが出るとですね、キノコもいよいよ終わりが近づいてるって感じです。これこの中に虫いるんですよね、この食ってる中に。あとナメクジですか、まあ、ちっちゃいのついてますけど、まあ、これ取って、回収しておきます。はい、ここはですね、蜜葉が群生しているところなんですけども、いや、だいぶ減りましたね、蜜葉。まあ、それでもですね、まあ、ちょっと見ると、こういう感じで、いい感じの新芽がですね、ありますので、まあ、今日もですね、ちょっと野食材少なそうなので、これも採取していきたいと思います。はい、こうたくさん、おしろしぶきが出てますね。これ先週取ったところなんですけども、先々週も取ってますから、2週続けて出てますね。まあだいぶ減ってきてはいますけども、まだたくさん出てますね。で、まあ取りたいと思います。ということでですね、実はここにもうひっくり返ったのがあるんですけども、一回ですね、ここ撮影してですね、録画されてないことが分かったんで撮り直してるんですけども、まあ、非常に大きな立派な株、このように撮りました。まあ、その他にもまだたくさんあるので、もう少しだけ撮っていきたいと思います。これはぬめりすぎたけもどきですね。まあ、ちょっとダメかもしれませんね。かなりやられてますね。今虫いますよね。虫が食べるんですよ。この飛ぶ虫がいるんですよね。まあちょっと残地ですかね、これ。残念ですけども。はい、赤もみたけ出てますね。これは先週赤もみたけ取った斜面なんですけども、また出てます。はい、はい、非常に綺麗ですね。まあ縁にですね、クレーター上の斑紋、ないです。ないんですが、まあこれ間違いなく赤もみたけです。あとまだありそうですね。あとこれなんだ、ホコリタケですね。非常に硬いので
これも取っていきたいと思います。あのここにもありますね。はい、と思ったらこちらの方に、これは赤もみたけですね。はい、ちょっともう乾燥しちゃってますけども、十分あの食用に耐えられると思います。あのここですね、クレーター状の斑紋、茎にクレーター状の斑紋で、これまあちょっと傷ついてもう乳で出てますけども、まああと乳が出るというのが特徴です。あのこっちもありますし、あとあのざっと今こう斜面見るとですね、まだ数本あるので、まあ、撮影しませんが、あの撮ってきたと思います。ああ、ここにもあるんですね。これも多分あそうですね、あの数本撮っていきたいと思います。はい、結構ありましたね。このくらい撮れました。でですね、まあもう一個ここにあるんですけども、あのこれ非常に特徴があってですね、この絵のとこにクレーター状の斑紋がありますよね。それから、傷つけると乳が出て、もうあの取る時に傷ついてあったので、ここ乳が出てますけども、でまあ傘の表面は同心円状の、まあ、あの模様があるということで、非常に典型的な赤もみたけです。これはもうムキタケですかね。ムキタケって晩秋に出るんですけども、もう出てますね。スキオタケじゃないですよね。あ、ムキタケですね。ちょっと虫に食われてますけどね。はい、これもそうですね。大丈夫ですね、ムキタケです。はい、ムキタケゲットしました。あとこの木にですね、この違うキノコ生えてるんですけども、これ多分チドリツエタケですよね。なんとなく小さいですけども、はい、そうですね、この絵にいっぱい流点があって、それからこの板のところにですね、ちょっと今気になってっちゃったら移動しますけども、はい、あんまりはっきりしないですけども、裏のひだのところに縁取りがありますよね。縁取り据えたけでいいと思うんですけども、まあ、ここにもありますので2本ほど、撮っていきたいと思います。はい、今季初、やっと捕まえました。これエゾアカガエルですね。もう十分大きな個体です。今季初です。あの捕まえるとこ映したかったんですけど、とても映せませんでした。まあ、この網で撮ったんですけども、当然あのお持ち帰りしたいと思います。はい、またムキタケありましたね。これですね。はい、ムキタケです。あと小さいけどここにもありますね。あとここにもありますね。あとですね、あ、ここだ。これ見てください。これ全部小さいムキタケです。ただまああまりにも小さいので、私の指と比べたら分かると思うんですけど、こんな小さいので、まあ、これは置いときますが、いやもう晩秋のキノコ、ムキタケが
出始めましたね。なんか中秋のキノコがしっかり出ないうちにもう晩秋のキノコが出始めました。あとここにまだこれ縁取りツエタケですよね多分。はい、そうですね。はい、まあ、ひだの周りの縁はあんまりはっきりしませんけども、あの縁取りツエタケです。はい、有名な毒キノコですね、ベニテングタケですね。はい、キノコありましたね。はい、これはアイシメジですね。はい、こんな感じです。まあ、ちょっと虫に加えてますけども、まあ、アイシメジはあの柄が少し黄色くて、それからひだの周りが辺縁部が黄色いと。で表はまあこんな感じで、まあ、キシメジとですね、霜降りシメジのちょうどアイノコなので、アイノコっていうか間なので、まあアイノコですね。なので、アイシメジという名前がついてます。こっちにも、本も一本ありますが、はい、同じような。それから、こっちにもっと大きいのありますね。はい。まあこれちょっと野生味が強いんですけども、結構美味しいので、もちろん、お持ち帰りしたいと思います。あ、こっちにもありましたね。もっとすごいのがありました。あ、茎が途中で切れちゃった。はい、ああちょっとこれもだいぶ大きくなってるんで、ちょっとボロボロですけど、まあなんとか食べられると思います。はい、4本取りました。はい、この道はですね、結構バッタが飛んでるんですよね。でまあ小さいながら羽長吹きバッタ、捕まえました。はい、そこがもう駐車場なんですけども、またやりました。駐車場が近づいてきてですね、この羽のない札幌吹きバッタ、これ非常に大きいですね。むっちりしてます。これは美味しそうですね。
はい、晩酌の時間になりました。今日は久しぶりにですね、日本酒行ってみたいと思います。これ八海山ですね。私この八海山好きなんですよ。ちょっと甘めでですね、香りが高いで、まあ久々なんですけども、久々って実はこの夜食で飲むのは久々なんですけど、普段は飲んでるんで別に自分自身は久々じゃないんですけども、まあ今日はちょっと、日本酒で行ってみたいと思います。もうなくなった、ないっす、ないっす、終わりました。はい、それではいただきます。はい、それではまず鍋からいってみましょうかね。でまずはまあ、スープですね。今日はですね、いろんなキノコ入ってるんで、すごいいい味になってますね。もともと鍋の素を使ってるんで、だしすごく入ってるんですけども、そこにキノコがいっぱい入ってるんで、すごくいい味になってます。でまずはですね、この一番手前のこれ4分の1ぐらいの大きさになってますけども、これは、アイシメジですね。アイシメジの傘です。これいってみたいと思います。はい、非常に美味しいですね。次は、これは何だ。あ、これはすごい大きい、上り竜竹ですね。上り竜竹。じゃあこれ行ってみたいと思います。はい。まあ独特の食感というか噛み心地というかシャキシャキしてて、まあこれそれ自体にはあまりうまみはないんですけども、でも鍋のつゆを吸っててですね、非常に美味しくなってます。次はですね、これは縁取りつえたけですね。縁取りつえたけ行ってみたいと思います。はい、傘はですね、トゥルンとしててですね、ちょっと甘みがある感じです。で茎はですね、シャキシャキして噛み応えがあると。全然ちょっと茎と傘とがね、食感が全然違いますね。次はこれですね。これは茶なめつむたけですね。もう結構ボロボロになってる茶なめつむたけですけども、これ行ってみたいと思います。はい、茶なめつむたけは。萌木竹科でですね、ナメコと同じ仲間なので、ナメコのようにですね、ナメコのような風味があります。でつるんとしてます。ただちょっと野生味が強いナメコという感じでですね、非常に美味しいです。次はこれホコリタケですね。ホコリタケもうこれ皮むかずにそのまま入ってます。はい、はんぺんのようなつるんとした感じでですね、結構美味しいです。最後は、これですかね、お白いしめじですかね。お白いしめじ、2本ぐらい、ちょっとネギ入ってますけど、2本ぐらいいってみたいと思います。
いいですね。あのこう食感はもう最高ですね、このきのこは。でまあうまみそれ自体ないんですけど、このスープを吸っててですね、非常に美味しくなってます。あの全然問題ないです。これで一応この中に入ってるきのこ類は全部食べましたかね。これは、縁取りつけたけですからね。あ、むきたけがありましたね。むきたけ、むきたけって晩秋に出るんですけども、もう9月で出てましたね。これこれですね、むきたけ。はい、まあむきたけはですね、むきたけそのものにはやっぱりあんまりうまみないですよね。ただこのむきたけ独特のですね、ゼリー状の食感、これはたまらないですね。これ私結構好きなんですけども、これでもうさすがに終わりですかね。きのこ類は全部食べたと思います。はい、じゃあちょっと、交代してですね、まあ、これいきますか。これ佃煮ですね、これエゾアカガエルですね。エゾアカガエル、はい、これいってみたいと思います。ちょっと食べにくいですねこれね。ちょっと手使わせてもらいます。はい、これは美味しいですね。もうほんと上品な、なんですかね、魚と鶏の間ぐらいの、すごい上品な味です。あのまだこれもう少しちゃんとしゃぶりついて最後まで後で食べますけども、あのとりあえずあの先へ進まなければいけないので、先に進みます。で次カタツムリですね。あ、ちょっと影になってる。まあ今日は7匹も取れました。ちょっと行ってみたいと、全部これ札幌マイマイでしたね、今日取れたやつは。はい、これも美味しいですね。もう本当に粒という感じですね。日本酒にすごく合いますね。で最後ですね、佃煮の最後はバッタ3匹いるんですけども、羽長吹きバッタがちっちゃいのが2匹で、この大きいのがですね、羽がない札幌吹きバッタです。でこの一番大きいのいってみます。はい、これ美味しいですね。もう日本酒に合いますね。本当はもうこんな3匹だけじゃなくて10匹ぐらいあってですね、日本酒とチビチビやりたいですね。まあもちろんこの後やりますけども、じゃあそれ最後ですね、まあ最後というか日本酒に合うものとして最後はこれですね。あ、見えないかもしれない。これですね、三つ葉のナムル。これまあいつもやってるんですけども、まあ、三つ葉を茹でて、塩を入れたごま油で和えたものです。あ、もうこれ一口ですね。はい、三つ葉の香りが口の中にバーッと広がってですね、それがごま油と一緒になって、まあ非常に美味しいです。そうしたらですね、まあ、メインディッシュのですね、このグラタンに行きたいんですけども、ちょっと日本酒が中途半端に余ってるんで、日本酒飲んじゃいたいので、このバッタ行きたいと思います。バッタ2匹。
非常に合いますね。まだちょっと日本酒残ってんで、あとちょっとカタツムリをもう一回食べさせてもください。これ日本酒にすごい合いますよ。はい、大変日本酒に合います。と残ったのはこのグラタンなんですけども、お酒がなくなってしまったんですが、ご安心ください、ちゃんと用意してます。はい、やっぱりグラタンには赤ワインですよね。これ一応フランス産なんですけども、まあスーパーで売ってる安いテーブルワインです。はい、それでは最後の、メインディッシュのですね、赤もみたけのグラタンということで、まあ一から全部作ってます。ホワイトソースも自分で作ってます。どうでしょうかね。ちょっとダマになって失敗したんですけども、まあなんとかなると思います。はい、じゃあこれいってみます。はい、これワインに合いますよね。でしかも赤もみたけはですね、ボソボソしていて、こう食べ方がもう本当に限定されるんですね。鍋とかに入れてももうボソボソでですね、全然美味しくないですね。ということで、まあグラタンにしたんですけど、非常に美味しいですね。これね、こうやると非常に美味しくなると、まあ面白いキノコです。ということで、まあ今日、取った、野食材を、一通り食べ終えたところです。まあ気温がまだ高いんでキノコがいまいちだったんですけども、まあとはいえかなりキノコが何種類も入ってますよね。量が取れてないだけで、まあ量は最近取らないようにしてます。っていうのは時間内にですね調理しきれなくて晩酌できなくなっちゃうんで、たくさん入っててもあんまり取らないようにしてるんで、まあ今日みたいにいろんなキノコが本当に数本ずつポロポロ取れればもう大満足ですね。それから今日はですね、初めての食材としてこのエゾアカガエル、これ美味しいですね、すごい。まあ、取れました。まあキノコだけじゃなくてですね、まあ小動物、森の小動物も野食材として非常に優れてます。ということで、まあ今日はですね、あと残った分を、赤ワインで、これで、こっちはですね、心配しないでください。ビールで、食べますので、あと続けてですね、晩酌を楽しみたいと思います。それでは今日はどうもご視聴ありがとうございました。